ルルとミミ、夢の休息。昔、ある国に水晶のような水がいっぱいに光っている美しい湖がありまして、その縁に一つの小さな村がありました。そこに住んでいる人たちは親切な人ばかりで、本当に楽しい村でした。けれども、その湖の水が黒く濁ってくると、この村に何かしら悲しいことがあると言い伝えられておりました。この村に、ルルとミミという可愛らしい兄弟のみなしごがおりました。二人のお父さんは、この国でたった一人の上手な金作りで、お母さんが亡くなった後、二人の子供を大事に大事に育てておりました。ところが、ある年のこと、この村のお寺の鐘にひびが入りましたので、村の人たちに頼まれて新しく作り上げますと、どうしたわけか音がちっとも出ません。お父さんはそれを恥ずかしがって、ある夜、二人の兄弟を残して、湖へ身を投げてしまいました。その時、この湖の水は一面に真っ黒く濁っていたのでした。そうして、ルルとミミのお父さんが身を投げると間もなく、湖はまた元の通りに、きれいに澄み渡ってしまったのでした。それから後、この村のお寺の鐘を作る人はありませんでした。夜明けの鐘も、夕暮れの鐘も、または休みの日のお祈りの鐘も、聞こえないまま何年か経ちました。村の人々はみんな、ルルとミミを可愛がって育てました。そうして、いつもルルに言って聞かせました。早く大きくなって、いい金を作ってお寺へあげるのだよ。死んだお父さんを喜ばせるのだよ。ルルは本当にそうしたいと思いました。ミミも早くお兄さんが金をお作りになればいい。それはどんなにいい値がするだろう。と、楽しみで楽しみでたまりませんでした。二人は本当に仲良しでした。そうしてよく湖の淵に来て、はるかにお寺の方を見ながら、いつまでもいつまでも立っておりました。大方お寺の鐘つき堂を見て、死んだお父さんのことを思い出しているのだろう。本当にかわいそうな兄弟だ。と、村の人々は言っておりました。水が濁ると良くないことがある。と言われていた湖の水晶のような水が、またも少しずつ薄黒く濁り始めました。村の人々はみんな、どんなことが起こるかと、恐ろしさのあまり、口を聞くものもありませんでした。しまいにはみんな顔を見合わせて、ため息ばかりするようになりました。それでも湖の水は、夜が明けるたんびに、いくらかずつ黒くなってゆくのでした。その時にルルは、お父さんが残した仕事場に入って、一生懸命で金を作っていました。そうして、いよいよ一つの見事な金を作り上げましたので、喜び勇んで
村の人にこのことを話しました。金ができました。どうぞお寺へあげてください。村の人々は、我も我もとルルが作った金を見物に来ました。その立派な格好を撫でてみたり、またはそっと叩いてみて、その美しい音に聞き取れたりしましたが、みんなそのよくできているのに感心をしてしまいました。そうして、日を決めてお寺にあげて、この鐘をかき鳴らして、村中でお祝いをすることになりました。湖の水はいくら濁ったって構うものか。鐘作りの名人のこのルルが、死んだお父様を喜ばせたいばっかりに、あんな小さな鳴りをして、こんな立派な鐘を作ったのだもの。こんなめでたいことがあるものか。この鐘を鳴らしたら、どんな悪いことでも消えてしまうに違いない。湖の水も澄んでしまうに違いない。と、村の人々は喜んで勇み立ちました。その日はちょうどお天気のいい日でした。地にはいろいろの花が咲き乱れ、梢や空にはさまざまの鳥が鳴いて、まぶしいお天道様が白い雲の底からキラキラと輝いていました。村の人々は、おじいさんもおばあさんも、大人も子供も、みんな綺麗な着物を着て、ルルが作った鐘のお祝いを見にお寺を指して集まってきました。お菓子屋やおもちゃ屋や覗き眼鏡や風船売りや操り人形などがお寺の門の前にはいっぱいに並んで、それはそれは賑やかなことでした。ルルの偉いことや耳の美しいことを口々に話し合っていた村の人々は、その時ぴったりと静かになりました。その時ぴったりと静かになりました。ルルが作った鐘は坊さんの手で、高く高くお寺の鐘つき堂に吊り上げられました。銀色の鐘は春のお天道様の光を受けて、まぶしく輝きながら、ゆらりゆらりと揺れました。村の人々は感心のあまりため息をしました。嬉しさのあまり涙を流したものもありました。この時、ルルは鐘つき堂の入り口に立って、あまりの嬉しさにブルブルと震えながら、両手を顔に当てておりました。その手を妹の耳がそっと引き寄せて、接吻しました。兄弟は抱き合って喜びました。お父様が湖の底から見ていらっしゃるでしょうね。けれどもまあ、なんという悲しいことでしょう。そうしてまた、なんという不思議なことでしょう。お寺のお坊さんの手でルルの作った鐘が鳴らされましたとき、鐘ははじめにただ一度、かすかなうなり声を出しましただけで、それっきり何歩叩いても音を立てませんでした。ルルは地びたにひれ伏して泣き出しました。ミミもその背中に倒れかかって泣きました。これこれルルや
そんなに泣くのじゃない。お前はまだ小さいのだから、金が上手にできなくても、ちっとも恥ずかしいことはない。ミミももう泣くのをおやめなさい。と、いろいろに村の人は兄弟を慰めました。そうして、親切に二人をいたわって、家まで送ってやりました。ルルは子供ながらも一生懸命で金を作ったのでした。この金こそはきっといい値が出るに違いない。そっと叩いてもたまらないいい値がするのだから。湖の底に沈んでいらっしゃるお父様の耳までもきっと届くに違いない。と思っていたのでした。その鐘が鳴らなかったのですから、ルルは不思議でなりませんでした。どうしたら本当に鳴る鐘が作れるのであろう、と考えましたが、それもルルにはわかりませんでした。ルルは泣いても泣いても尽きないほど泣きました。ミミも一緒に泣きました。こうして兄弟は泣きながら家に帰って、泣きながら抱き合って寝床に入りました。その夜のこと、ルルは一人起き上がりまして、泣き疲れてすやすや眠っている妹の頬に、そっと接吻をして、家を出ました。ただ一人で湖の淵へ来て、真っ黒く濁った水の底深く沈んでしまいました。村の人が心配していた悲しいことが、とうとう来たのです。ミミは、一人ぽっちになってしまったのです。けれども、ミミはどうしてあの優しい兄さんのルルに別れることができましょう。村の人がどんなに親切に慰めても、ミミはただ泣いてばかりいました。そうして、朝から晩まで、湖の淵へ来て、死んだ兄さんがもしや浮き上がりはしまいかと思って、ぼんやり草の上に座っておりました。かわいそうな耳。ルルが湖に沈んでから何日目かの晩に、湖の向こうからまん丸いお月様がそろそろと昇ってきました。ミミはその光に照らされた湖の上を眺めながら、家へ帰るのも忘れて座っておりました。湖の周りに数限りなく咲いている睡蓮の花も、その夜はいつものように眠らずに、ミミの姿と一緒に、開いた花の影を水の上に浮かしておりました。お月様は、だんだん高く上がってきました。それと一緒に、睡蓮の花には、涙のような露が、いっぱいにこぼれかかりました。ミミは、睡蓮の花が、自分のために泣いてくれるのだと思いまして、一緒に涙を流しながらお礼を言いました。睡蓮さん、あなたたちは私がなぜ泣いているかよくご存知ですわね。その時、睡蓮の一つがゆらゆらと揺れたと思うと、小さな声で、
耳に囁きました。かわいそうなお嬢様、あなたはもしお兄様にお会いになりたいなら、花の鎖をお作りなさい。そうして明日の晩、お月様が湖の真上においでになるときまでに、その花の鎖が湖の底まで届く長さにお作りなさい。その鎖につかまって、湖の底の真珠の御殿へいらっしゃい。お兄様のルル様を湖の底へお呼びになったのは、その女王様です。睡蓮の花がここまで行ったとき、あたりが急に薄暗くなりました。お月様が黒い雲に隠れたのです。そうしてそれと一緒に、睡蓮の花は一つ一つに花びらを閉じ始めました。ミミは慌ててその花の一つに尋ねました。睡蓮さん、ちょっと花びらを閉じるのを待ってください。どうして真珠の御殿の女王様は兄さんをお呼びになったのですか？けれども、暗い水の上の睡蓮は、もう花を開きませんでした。湖の底の女王様は、どうして私だけを一人ぼっちになすったのですか？と、耳は悲しい声で叫びました。けれども、湖の周りの睡蓮は、すっかり花を閉じてしまって、一つも返事をしませんでした。お月様も、それから夜の明けるまで、雲の中に隠れたまんまでした。あら、ミミちゃん、こんなところで花の鎖を作っててよ。まあ、綺麗なこと、そんなに長くして何になさるの？と、大勢のお友達がミミの周りに集まって尋ねました。ミミは夜の明けぬうちから花の鎖を作り始めていたのですが、こう尋ねられますと、寂しく笑いました。私、この鎖をもっともっと長く作ると、それに捕まってお兄さんに会いに行くのです。あら、そう。それじゃあ私たちもお課税しましょうね。ミミのお友達の女の子たちは、みんなこう言って、方々から花を取ってきて、耳に作りました。耳は草の葉を寄り合わせた糸に、その花を一つ一つつなぎまして、長い長い花の鎖にしてゆきました。夕方になると、お友達はみんなお家へ帰りましたが、耳はなおも一生懸命に花を摘んでは、草の糸につなぎました。そのうちに日が暮れると、花の咲いているのが見えなくなりましたので、ミミは草の中に突っ伏してうとうとと眠りながら、月の出るのを待ちました。やがて、なんだか体がヒヤヒヤするようなので、ミミは目を覚ましてみますと、どうでしょう。いつの間に登ったか、お月様はもう空の真ん中に近づいております。ミミは月の光を頼りに花の鎖を振り返ってみました。いろいろの花をつないだ草の糸は、湖の周りを一回りしてもまだ余るほどで、果ては広い野原の草に隠れて見えなくなっております。ミミは、この花の鎖が湖の底まで届くかどうかわかりませんでした。
けれども、思い切ってその端をしっかりと握って、湖の中に沈んで行きました。湖の水が濁っているのは、ほんの上の方の少しばかりでした。下の方はやはり水晶のように明るく透き通って、キラキラと輝いておりました。その中に揺らめく水草の林の美しいこと、耳を振り返ってゆく魚の群れの綺麗なこと。けれども耳は、ただ兄さんのルルのことばかり考えて、なおも底深く沈んでゆきました。そうすると、遥か底の方に、湖の御殿が見え始めました。湖の御殿は、ありとあらゆるたっとい美しい石でできておりまして、真珠の屋根が林のように、いくらもいくらも並んでおりました。耳は、その一番外側の、一番大きな御門のところまで来ますと、花の鎖を離して中へ入っていきました。そうして、もしや兄様がそこいらにいらっしゃりはしまいかと、そっと呼んでみました。ルル兄様。けれども、広い御殿のどこからも、何の返事もありません。遥かに遥かに向こうまで続いている銀の廊下がピカピカと光っているばかりです。耳は悲しくなりました。兄さんはいらっしゃらないのかしら、と思いました。その時でした。御殿の奥のどこからか、カーン、カーンという金槌の音と一緒に、懐かしい懐かしいルルの歌う声が水を震わせて聞こえてきました。耳よ、耳よ、おお妹よ、暗い湖、おおならぬかね。一人眺めて、おお泣く耳よ。父はならない、ああ、金作り。兄もならない、ああ、金作り。耳を残して、ああ、水の底。耳を泣け泣け、ええ、湖が。耳の涙で、ええ、済むならば。金もなるやら、ええ、知れぬもの。湖の女王様は、金剛椅子の寝椅子の上に横になって、ルルの歌を聴いておられました。そうして、ルルが丘に残した耳のことを悲しんで歌っていることを知られますと、湖の女王様は、思わず独り言を言われました。ああ、私はかわいそうなことをした。ルルを湖の底へ呼ぶために、私はルルが作った鐘を鳴らないようにした。そうして、ルルがそれを悲しがって、湖へ身を投げるようにした。そのためにかわいそうな耳は、一人ぽっちになってしまった。さぞ私を恨んでいるだろう。けれども私は、そうするより他に仕方がなかった。この湖の水晶のような水は、この御殿のお庭にある大きな噴水から湧き出している。その噴水が壊れると、湖の水がだんだん上の方から濁ってくる。そうして、その濁りが次第次第に深くなってそこまで届くと、この湖に住んでいる者は皆死んでしまわなければならない。その大切な噴水がまた壊れてしまった。
これを治す者はルルしかいない。だから私はルルを呼び寄せる他に仕方がなかった。私はこの前にもこうしてルルの父親を呼んだ。その前にも、そのまた前にも、噴水が壊れるたんびに、何人も鍛冶屋や金作りを呼び寄せた。けれどもそんな人たちはみんな、自分一人で勝手に丘へ帰ろうとしたために、途中で悪い魚に食べられてしまった。ルルは今、噴水を直しながら歌を歌っている。妹のことを悲しんで歌を歌っている。丘に残った妹もどんなにか悲しいであろう。今度こそは用が済んだら、途中で危ないことのないようにして、妹のところへ送り返してやりましょう。金も鳴るようにしてやりましょう。ああ、本当にかわいそうなことをしました。この時ミミは、ルルの歌の声を頼りに、やっと女王様のお部屋の前までたどり着いておりました。そうして、女王様の独り言をすっかり聞いてしまったのでした。ミミは、女王様が、ルルとミミのことをかわいそうに思っておられる。そうして、ルルを丘に返してやろうと考えておられることを知りますと、胸がいっぱいになりました。その時、女王様は立ち上がって、寝部屋へ行こうとされました。ミミは思わず駆け込んで、女王様の長い長い着物の裾に走り寄りました。女王様はびっくりして振り向かれました。ここは当たり前の人間がたやすく来るところではないのに、と思いながら、お前はどこの娘かね?とお尋ねになりました。ミミは品よくお辞儀をしました。そうして涙をいっぱい目に溜めながらお願いしました。私はミミと申します。ルル兄様に会いに参りました。どうぞ会わせてくださいませ。おお、お前がルルの妹かや?と、女王様は耳を抱き寄せられました。そうしてしっかりと抱きしめて静かな声で言われました。お前がルルの妹かや?お前が、お前が、まあなんという可愛らしい娘であろう。ルルがお前のことを懐かしがるのも無理はない。悲しむのも無理はない。お前もさぞ悲しかったであろう。寂しかったであろう。そうして私を恨んでいたであろう。許してたもれや。許してたもれや。女王様は水晶のような涙の玉をはらはらと耳の髪の毛の上に落とされました。耳は泣きじゃくりながら顔を上げて、女王様に尋ねました。女王様、女王様は本当に私たちをお買い返してくださいますでしょうか?本当とも本当とも、私が今言った独り言は皆、偽りではないぞや。あのルルが来て、あの噴水を直してくれなければ、この湖の中のものは皆死ななければならぬ。それゆえ、ルルを呼びました。それゆえ、お前にも悲しい思いをさせました。
どうぞどうぞ許してたもれや。それにしてもお前はよう来ました。よう兄様を迎えに来ました。きっと二人はお買いに返してあげますぞや。お前たちのお父さんのように悪い魚に食べられぬようにして。そうして丘に帰ったならば金もなるようにしてあげますぞや。なれどもルルがあの噴水を直してしまうまでは待ってたもれよ。それももう長いことではない。耳をお聞きやれ。あのルルの打つ土の根の勇ましいこと。女王様と耳は涙に濡れた顔を上げて、ルルの振る金槌の音を聞きました。ルルは湖の御殿の噴水を一生懸命に繕いました。もう二度と再び壊れることのないように。そうして、丘の金作りや鍛冶屋さんが湖の女王様に呼ばれることのないように、命がけで働きました。そのうち、降る土の音は、湖の縁にある魚の隠れ家や、カニの穴までも染み渡るほど、高く高く響きました。カーン、コーン、カンコン。耳に分かれてこの湖の底に打ち降るこの土の音。ルルが打ち降るこの土の音。カーン、コーン、カンコン。泣いて打ち降るこの土の音。泣いて叩いてこの湖の水を澄ませやこの土の音。カーン、コーン、カンコン。耳に開いたやあの妹に、丘へ行きたやあのふるさとへ、そして聞きたやあの鐘の音。ルルはとうとう噴水を立派に繕い上げました。玉のような澄み切った水の泡が嬉しそうにキラキラと輝きながら空へ空へ渦巻き登って行きました。その真上の濁った水が新しく吹き上がった水に追いのけられて、そこから明るい月の光と清らかな星の光が流れ込んできました。もうこれから何万年経っても、この噴水が壊れることはあるまいと思われました。湖の御殿の真珠の屋根は、月と星の光を受けて、みるみる輝き始めました。瑠璃の床、青玉の壁、翡翠の窓、そんなものが皆それぞれの色に色めき始めました。湖の女王のたくさんの家来、赤や青や紫や黄金色の魚たちは皆びっくりした目をキョロキョロさして、我も我もと列を組んで御殿の周りに集まってきました。そのありさまは、まるで虹が泳いでくるようでした。湖の女王様は手を挙げて、その魚どもを呼び集められまして、これからルルとミミにできるだけ立派なご馳走をするのだから、その支度をせよ、と言いつけられました。湖の御殿の噴水を立派に直したルルは、もう歩くことができないほど疲れておりました。けれども、
この噴水がもう二度と再び壊れないようになった。この湖の中にある数限りないものの命は助かった。そうしてこれから後何万年経ってもこの水は濁らない。村にも悪いことも起こらないのだ。と思うと、ルルは嬉しくてたまりませんでした。その嬉しさに疲れた体を踊らせながら女王様の前に帰ってきました。その時にルルは今までにない美しい御殿の様子に気がつきました。御殿の大広間は夜光中の薄紫の光で夢のように照らされておりました。広い広い部屋いっぱいに飾られた水草の白い花は、ほのかな匂いを一面に漂わせておりました。その中に群れ集まる何万とも何億とも知れぬ魚の数々。その奥の奥に見える紫水晶の階段。その上に立っていられる女王様のお姿。そうして今一人の美しい女の子の姿。ミミ。ルルは思わず段の上に駆け上がってミミを抱きました。ミミもしっかり狩とルルの首にしがみつきました。今まで虹のようにじっと並んでいた数限りない魚の群れは、この時ゆらゆらと動き出しました。青、赤、紫、緑、黄色、銀色、銅色、黄金色と、とりどり様々の色をした魚が同じ色同士に行列を作って島のようになったり渦のようになったりしました。または花の形を作ったり鳥の形を作って見せたり、果ては皆一時に入り乱れて一つ一つに輝き翻る美しさ。その間を飛び違い入り乱れる数知れぬ夜光虫の光。それは世界中が金蘭になって踊り出すかのようでした。ルルとミミは抱き合ったまま、夢のように見とれていました。その前に数限りないご馳走が並びました。月の光はますます明るく、御殿の中に差し込みました。そうして、女王様の嬉しそうなお顔やお姿を、神々しく照らし出しました。そのうちに、月の光が、次第次第に西へ傾いて行きました。ルルとミミの丘へ帰る時が来ました。ルルとミミは女王様から貸していただいた大きな美しいクラゲに乗って湖の御殿の奥庭から丘の方へとおいとまをすることになりました。女王様はルルとミミを今一度抱きしめて頬ずりをされました。そうして、こんなお祈りをされました。この美しい兄弟は、この後どんなことがありましても、離れ離れになりませぬように。ルルもミミも、女王様が懐かしくなりました。なんだか、いつまでも、この女王様に抱かれて、可愛がっていただきたいように思って、涙をほろほろと流しました。
けれども、女王様は二人をそっと抱き上げて、クラゲの上にお乗せになりました。クラゲよ、お前は絶えず光りながら、この兄弟を水の上まで送り届けよ。そうして悪い魚が近づかないように、毒の針を用意していけよ。クラゲは黙って浮き上がりました。咲き揃った水もの花は、二人の足元を後ろへ後ろへとなびいて行きました。御殿の屋根はバラ色に、または真珠色に輝きながら、水の底の方へ小さく小さくなって行きました。宝石を散りばめたようなクラゲの足の下へ。ねえ、ドゥル兄様。なーに、ミミ。女王様はなんだかお母様のようじゃなかった？ああ、僕もそう思ったよ。あたし、なんだかお別れするのが悲しかったわ。ああ、僕もミミと二人きりで、湖の底にいたいような気持ちがしたよ。こんなことを二人は話し合いました。そうして二人は抱き合って、クラゲの足の下を覗きながら、何遍も何遍も女王様のいらっしゃる方へ、さようならを送りました。ルルとミミが、湖の表に浮き上がったところには、美しい一隻の船が用意してありました。その上に、ルルとミミは乗り移りました。クラゲよ、ありがとうよ。ルルとミミが心からお礼を言っていたと、女王様に申し上げておくれ。クラゲはやはり黙って、ゆらゆらと水の底に沈んで行きました。兄弟は船べりに捕まって、そのクラゲの薄青い光が水の底深く深く、とうとう見えなくなってしまうまで見送っておりました。お月様は今、西に沈みかけていました。かすかに吹き出した暁の風が、二人の船を丘の方へ吹き送り始めました。湖の表には、牛乳のような朝もやがたなびきかけていました。その上から、まだ誰も起きていないらしい、懐かしい故郷の村が見えました。その村のお寺の鐘つき堂に小さく小さくかすかにかすかに光る鐘。ルルはそれをじっと見つめていましたが、その目からどうしたわけか、涙がポトポトと滴り落ちました。まあ、お兄様、どうなすったの？なぜお泣きになるの？ルルは静かに振り返りました。ミミア、お前は村に帰ったら、一番に何をしようと思っているの？それはもう、何より先に、あの鐘の音を聞きたいと思いますわ。あの鐘は今度こそきっと鳴るに違いないのですから。どんなにかいい音でしょう。と、ミミはもうルルの顔を仰ぎながら、その音が聞こえるようにため息をしました。ルルも一緒にため息をしました。
ミミア、そうしてあの鐘が鳴ったなら、村の人はきっと私たちを可愛がって、二度と再び湖の底へは行けないようにしてしまうだろうね。まあ、お兄様はそれじゃ、湖の底へお帰りになりたいと思っていらっしゃるの？ルルはうなずいて、また一つため息をしました。そうしてまたも涙をはらはらと落としました。ああ、ミミア、私はあの鐘の音を聞くのが急に怖くなった。村の人に可愛がられて、湖の底へまた行くことができなくなるだろうと思うと、悲しくて悲しくてたまらなくなった。私は湖の御殿へ帰りたくて帰りたくてたまらなくなったのだ。私は死ぬまであそこの噴水の番がしていたくなったのだ。それならお兄様、あの鐘の音はもうお聞きにならなくてもいいのですか？お兄様、聞きたいとはお思いにならないのですか？ああ、そうなんだよ、ミミ。だから、お前は私の代わりにも、一度一人で村へ帰って、あの鐘をついてくれるように、村の人に頼んでくれないか？あの鐘は、ルルの作り損ないではありませんと言ってね。それから、兄さんのところへおいで。兄さんは、その鐘の音を湖の底で聞いているから。お前の来るのを待っているから。と言ううちに、ルルは立ち上がって、湖の中に飛び込もうとしました。あれ、お兄様、なんでそんなに情けないことをおっしゃるの？それなら、私も連れて行ってちょうだい。と、ミミは慌てて、ルルを抱き止めようとしました。そうすると、不思議にもルルの姿は煙のように消え失せてしまいました。船も、お月様も、湖も、村の影も、朝露も消え失せて、後にはただ何とも言えぬ、かんばしい匂いばかりが消え残りました。ミミは、おやと思って、あたりを見回しました。見ると、ミミは最前のまま、湖の縁の草原に突っ伏して、花の鎖をしっかりと抱きしめながら眠っているのでした。今までのは、すっかり夢で、待っていたお月様は、まだようように登りかけたばかりのところでした。そうして、湖の水は、やっぱり元の通り、黒いままでした。ミミは、わっとばかり泣き伏しました。泣いて、泣いて、涙も声もなくなるほど泣きました。女王様の言葉を思い出しては泣き、ルルの顔を思い出しては泣き、ルルと抱き合って喜んだ時の嬉しさを思い出しては、あたりを見渡しました。けれども、あたりにルルの姿は見えませんでした。ただ耳が花を摘んでしまった春の草が、涙のような露をいっぱいに溜めて、月の光を映しながら、果てしもなく、ぼうぼう茂っているばかりでした。それを見て、ミミはまた泣き続けました。そのうちに、お月様はだんだんと空の真ん中に近づいてきました。ミミも泣き止んで、そのお月様を仰ぎました。ああ、
お月様、今まで見たのは夢でしょうか。どうぞ教えてくださいませ。けれどもお月様は何の返事もなさいませんでした。ミミは涙を拭いて立ち上がりました。梅雨に濡れた草原を踏み分けてお寺の方へ来ました。そうして鐘つき堂まで来ると、空高く月の光に輝いている鐘を見上げました。あの鐘をついてみましょう。あの鐘が鳴ったなら、睡蓮が教えたことは本当でしょう。湖の底の御殿もあるのでしょう。女王様のお言葉も本当でしょう。お兄様も本当にあそこで待っていらっしゃるでしょう。あの鐘をついてみましょう。耳がついた鐘の音は、大空高く高くお月様まで、野原を遠く遠く世界の果てまで、そうして湖の底深く深く女王様の耳までも届くくらい澄み渡って響きました。お寺のお坊さんも、村の人々も、子供までも、みな目を覚ましたほど美しい清らかな音が響き渡りました。耳は夢中になって喜びながらお寺の鐘つき堂を駆け下りました。ああ、夢ではなかった、夢ではなかった。お兄様は本当に湖の底に待っていらっしゃる。私が来るのを待っていらっしゃる。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。私はもう本当にお兄様に会えます。そして、もう二度と再び離れるようなことはないのです。ああ、嬉しい。こういううちに、ミミは最前の花の鎖のところまで駆け戻ってきました。その花の鎖の端を両手でしっかりと握って、静かに湖の底へ沈んで行きました。空の真ん中にかかったお月様を仰ぎながら、村中の人々は鐘の音に驚いて、年寄りや子供までみんなお寺に集まってきました。お寺の坊さんと一緒になって、どうしたのだろう、どうしたのだろう、と話し合いましたが、誰が鐘を打ったのか、どうして鐘が鳴ったのか、知っている者は一人もありませんでした。そのうちに鐘つき堂の石段に、耳の梅雨に濡れた小さな足跡が月の明かりに照らされているのが見つかりました。その足跡は草原の縁まで来ますと、草を踏み分けた後に変わって、ずっと湖の縁まで続いております。村の人々はやがて湖の縁に残っている花の鎖の端を見つけました。その一方の端はずっと湖の底を深く沈んでいるようです。あら、これは私たちがミミちゃんに摘んであげた花よ。ミミちゃんが花の鎖に捕まってお兄さんに会いに行くって言ったから、私たちは大勢で加勢してあげたのよ。と二三人の女の子が言いました。村の人々は皆泣きました。
泣きながら花の鎖を引き始めました。お月様がだんだん西に傾いて行きました。それと一緒に湖の水が少しずつ澄んでくるように見えました。けれども花の鎖は引いても引いても尽きないほど名ごうございました。ようようにお月様が沈んで、眩しいお天道様が東の方からキラキラとお昇りになりました。その時にはもう湖の水は元の通り水晶のように澄み切っておりました。そうしてやがて、しっかりと抱き合ったまま眠っているルルとミミの姿が、その綺麗な水の底から浮き上がってきました。かわいそうなルルとミミ。